広瀬豊作は、大正、昭和期の大倉官僚。鈴木官太郎内閣大倉大臣。石川県金沢市出身。青年時代の写真元加賀藩士、広瀬義美継馬の御難として生まれる。金沢市中、第一高等学校を経て、1917年に、東京帝国大学読法科を卒業する。同年7月大倉賞に入賞。同期には、 大倉時間を後に務めた、茅尾おきと、大野隆太がいた。広瀬は、大倉官僚として、主に理財畑を歩み、1929年に予勤分営課長、及び国際課長、1932年大臣、官房文書課長を歴任、この間に、寺内内閣や清浦内閣の大倉大臣を、務めた、勝田和恵の娘を妻とする。 1936年3月に理財局長、5月に主計局長に任せられ、1937年には初代預金部資金局長となる。馬場イ一、結城と太郎両大蔵大臣の片腕として活躍し、1940年の第二次、この絵内閣成立後は河田列、大蔵大臣の下で大蔵次官を務めた。 1941年に退官して弁護士を開業するが、太平洋戦争が開戦すると、陸軍の要請を受けて、南方軍軍政顧問として、シンガポールに赴任する。1945年、鈴木勘太郎は、組閣に際して、広瀬の岐阜で財政のベテランである、勝田和江に、大倉大臣就任を要請するが、勝田は恒例を理由に、 これを辞退して、娘婿の広瀬を推挙。これを受けた広瀬は、大倉大臣に就任して、太平洋戦争末期の財政運営に当たった。広瀬は、太平洋戦争終結を受けて、鈴木貫太郎内閣が退陣したことに伴い、大倉大臣を退いた後、当職追放となるものの、1948年に、 日野ジーゼル工業会長に迎えられて1961年まで、勤めたほか、前大工徳会理事長を務めた。ありがとうございます。